8月23日、朝起きて、朝顔さんに水をあげに行ったら、綺麗な花がたくさん咲いていました。虫さんに葉っぱを食べられて不安だったけど、ちゃんと咲いてくれて、とっても嬉しかったです。種ができたら、また来年も植えて育てたいと思いました。琴の葉葵。はい、葵さんの発表でした。途中虫さんに食べられちゃったみたいだけど、無事に朝顔さんが育ってよかったね。葵さんの気持ちがよく伝わってくる分で、先生とっても感動しちゃいました。じゃあ、次は茜さん、発表してくれるかな。はい。茜さんは、どんなことを研究してきたのかな。私も葵と同じで、観察日記を作ってきました。姉妹で観察日記なんて仲良しね。一体何を観察してきたのかな。じゃあ、早速発表してもらえる。はい。3年1組。琴の葉茜。7月21日。今日から待ちに待った夏休み。毎日たくさん遊びたいけど、宿題もちゃんとやらないとお母さんに怒られちゃうので、まずは自由研究をどうしようかなと考えることにしました。お家のリビングで考えていたら葵に、お姉ちゃんは生き物が好きだから、お外に行って虫さんとか観察してきたら、と言われたので、私はお外に行くことにしました。でも、バッタさんはぴょんぴょん跳ねてどこかに行っちゃうし、カマキリさんは怖くて触れませんでした。茜さんは虫さんの観察しようと思ったんだね。生き物大好きだもんね。7月22日。結局昨日は自由研究を何にするか決まりませんでした。葵にそのことを話したら、昨日箸の下に大きいずんだ虫さん見たよ。ずんだ虫さん？まだいるかもしれないよ。と言われました。茜さん。ずんだ虫さんって何？ずんだ虫さんならどこにも行かないし、茜さん、カマキリさんみたいに怖くもありません。茜さん、早速私は箸の下に行ってみることにしました。茜さん、そしたら本当におっきいずんだ虫さんがいました。それずんだもんじゃない。今日からこのずんだ虫さんの観察日記をつけていきたいと思いました。何観察しようとしてるの。見せ物じゃねえのだ。なんか知らないけどだいぶ割れてるって。7月23日、ずんだ虫さんはお腹が空いていたみたいだったので、お家からご飯を持ってきたら喜んで食べていました。茜さん、それペットフードじゃない。ご飯をあげたらずんだ虫さんは懐いてくれたみたいで、私とお話ししてくれるようになりました。最近ここに住み始めたこと、お家には悪い奴がいて帰れないこと、因果応報。ずんだ虫さんはいつ蝶々になるんだろう。先生、ずんだもんは蝶々さんにはならないと思う。7月24日、ずんだ虫さんはまだ蝶々にならない。今日もずんだ虫さんにご飯をあげた。ご飯を食べてるとき、ずんだ虫さんのお目目からお水が出てたので、どうしたの？と聞いたら、美味しくて感動してるだけなのだ。と言っていました。見つめて泣いてるだけだと思うよ。気に入ってくれたみたいだったので、明日はもっとたくさん持ってこようと思いました。もういいよ、茜ちゃん。なんだか先生心が苦しくなってきちゃった。申し訳ないけど、茜ちゃんの発表はここまでに。ああ、そんな顔しないで。先生もっと苦しい。じゃあ、一番印象に残ったところを、要点だけ押さえて短く発表してもらおうかな。茜ちゃん。悪いけど8月からお願いできる？はい。よかった、元気になった。8月1日。家族が増えました。この数日間で何があったの？お家に入れるのは豆臭くて嫌と葵に言われたので、葵さん、お外で買うことにしました。8月6日。最近、ずんだ虫さんがとても豆臭くなってきたので、お風呂に入れてあげることにしました。でも、ずんだ虫さんはお風呂が嫌いみたいです。今目は嫌なのだ。なので、夜間にグラグラに沸いたお湯を持ってきて、こっちがいいか？と聞いたら、茜さん、素直にお風呂に入りました。お風呂大好きだって。ずんだ虫さんは弱虫です。芯を通す力がありません。このままじゃいつまで経っても蝶々にはならないと思いました。なので、明日からあることを試してみようと思います。とっても楽しみです。8月15日。明日で、ずんだ虫にご飯を与えないで、10日目になる。茜ちゃん、最初のうちは空腹だと騒いでいたが、7日目あたりから静かになった。茜ちゃん、生きることに疑問を抱かず、毎日食事にありつけると思ったら大間違いだ。限界に直面してこそ、人は本気になるのだ。あのまま毎日飯を与え続けても、ずんだ虫はあのままだろう。生死の境をさまよえば、きっとずんだ虫は次の段階に進んでくれる。それが、鳥山先生が私に教えてくれたことだ。茜ちゃん、ドラゴンボール読んだでしょ。明日は、きっと羽ばたいてくれる。そう信じて、私は、今日もずんだ虫を観察する。8月16日。朝からずんだ虫が騒がしい。お空を飛んでいるのだ。とわけのわからないことを言っている。どうやら空腹に耐えかねて、葵の朝顔を食べたらしい。葵ちゃんの朝顔を食べた虫ってずんだもんのことだったんだ。あと葵ちゃんが育ててたの朝鮮朝顔だったんだね。さすがに見過ごせなかったらしく、葵がご飯をあげてしまった。よっぽど嬉しかったのか、ずんだ虫は葵に抱きついて愛情表現をしていた。
葵はよっぽど不快だったのか、今まで見たことのない表情で、ズンダムシをビンタした。ズンダムシは今も弱いままの弱虫だ。一体いつになったら、ズンダムシは蝶になるんだろう。8月29日。とうとうズンダムシさんは、蝶々にはなりませんでした。先生怖すぎてダメちゃった。お別れの前に思い出を残したいと葵が言うので、ズンダムシさんを連れて、川遊びに行きました。ズンダムシさんは泳げないみたいで、ずっと河原にいました。しばらく遊んでいたら、葵の姿がないことに気がつきました。どこに行っちゃったんだろうと探していたら、川の真ん中から葵の声が聞こえました。お姉ちゃん！私がどうしようかと悩んでいたら、ズンダムシさんが、今助けるのだ！と言って川に飛び込んでいきました。ズンダムシさんは泳げないはずなのに、必死で水をかいて、葵を助けようとします。水をたくさん飲んで、息も苦しいはずなのに、葵を助けたい一心で水をかきます。必死にもがき、がむしゃらに水をかくその姿を、きっと人は笑うでしょう。だけど、私の目には、立派に空を羽ばたく綺麗な蝶々が見えました。もう、ズンダムシは弱虫なんかではありませんでした。青空を力いっぱい羽ばたく、立派な蝶々でした。ズンダモン。葵は泳げるので、普通に河原に戻ってきました。ズンダムシさんは流されていきました。無駄死に。ズンダムシさんは私たちに命の大切さと儚さを教えてくれました。ありがとうズンダムシさん。きっと、あなたのことは忘れないよ。3年1組、琴ノ葉茜。皆さん、ズンダムシさんは、大切にしましょうね。